皆さんは予売という言葉を聞いて何を想像するだろう。男性が女性の寝込みを襲う、そんな行為を想像する人が多いのではないだろうか。しかし実際、予売とは地域社会が生み出した合法的な男女の営みであり、地域によっても細分化した風習が存在する。今回の動画では過去に長野であった村のケースに焦点を当て紹介していきたい。長野のとある村、恋仲にある二人の男女がそこには行った。三郎さん。お、その村に住む三郎と隣村のしのは、時折こうして村の人たちの目を忍んでは何度も会うことをしており、二人の関係は極めて順調と言えた。ただ三郎には一つ心配事があった。この地域には年末になると成人の儀という風習が存在していたのだ。うわー、行くぞー。正月の真夜中、日付が変わった瞬間から夜が明けるまでの間、成人を迎えた男性は同じく成人となる女性の家に駆け出し、ずっとお前のこと、私も。そこで予売をかけるという形で思いを伝えるという、それがこの村の習わしなのであった。ねえ三郎さん、見て見て。ん？お、どうした？シノを他の奴に傷つけさせないぞ。俺が一番に彼女の元に駆けつけてやる。そして行くぞ、おらー！よし！新年を告げる鐘の音が村中に響き渡り、それと同時に成人の儀の幕が開ける。走り出す男たち、三郎はその中に見知った顔を見つけた。おお三郎、ついにこの季節がやってきたな。またぞ。お前、こういう話になると普段とまるで顔つきが違ってくるな。当たり前だろ。なんてったって予売だぜ。予売。村の友人の一人、またぞ。普段はおとなしいやさおなのだが、途方もないほどの女好きで、女絡みの話になると数里離れたところにも顔を出すというスケベイで名前が知られた男だ。そういやさ、隣村のしのって可愛いよな。え、お前あの子のこと狙ってるのか。と言ってもあの子の可愛さはあちこちで噂になってっからな。そう思ってるのは俺だけじゃないだろうぜ。あ、さてはお前もか。どうだろうな。成人の儀の規則として、女性の住む家に着いた者から順番に行為を行うことができる。つまり早い者勝ちということだ。男たちが村を出発して30分が過ぎた。隣村への道は悪路が続き、村の男たちは一人また一人と足を止める。くそ、負けるか。そんな中、三郎と又蔵は未だデッドヒートを繰り広げていた。しかし三郎は足を滑らせ転倒してしまう。おっさき、くそ。成人の儀の規則として行為を行った後でも、ごめんなさい、私心に決めた人がいるから。そんな。意中の相手じゃない場合、恋仲になることを拒否することもできる。しかし女性は意中の相手が来るまで何度でも次を待つ男性と行為を繰り返さなければならなかった。純粋無垢なあの子に獣たちの相手をさせるわけには。三郎さん、見て見て。こんなとこで立ち止まってられるか。俺はあの子の笑顔を守ってやる。シノを汚されてたまるか。村を出てから2時間後、ついに、あ、見えた。シノの家が見えるところまで来た三郎は残された最後の力を振り絞る。間に合え、間に合え。シノ。三郎はシノが入っているであろう布団をゆっくり開くと、彼女はこちらに背中を向け怯えるようにしてガタガタと震えていた。三郎さん、他の人だったらどうしようかと。バカ言え、他の男たちに触らせるもんか。三郎さん。シノ。そして三郎は
村の風習である夜灰をかけ、二人は一夜を共にした。はあ、綺麗な朝焼け。ああ。あ、そういや、又蔵のやつはどうしたんだ。その頃、又蔵はというと、まあまあちょっとゆっくりしていきなさい。どうしてこうなったって、うわ、バカ、何する、やめろー。夜灰に入る家を間違え、よりにもよって隣村一番の怪力で知られる女性に捕まってしまい、朝になっても家に帰してもらえなかったという。その後、三郎と篠は結婚、それから70年以上の長きにわたり夫婦生活を続けていた。あの頃のような可愛らしい姿から、今じゃすっかり立派なおばあさんじゃな。お父さん、どうしました？いや、今なんか急にドキッと。あら、やだ、それ心筋梗塞の予兆とかじゃないかしら。しかし、お互い年取ったもんだな。そうね、現代の世からすれば大変奇妙な夜灰という風習、それによって深く結ばれた二人は今もなお一緒に暮らしている。出会いは人の数だけ存在します。しかし、その出会いから深く関係を結び合うためには、運命に託すのではなく、自分の力で運命を引き寄せるための覚悟と努力が必要です。バイ、漫画レリア。